は自然栽培の乾燥品をいただいた中のボリジーを試してみたいと思います。これ光が足らなくてあんまり綺麗に映ってないね。でもすごく綺麗なね、紫色のお花をしているんです。ちょっとライトを後ろから当てるとまあちょっと幻想的なんですけどね。あ、ちょっと幻想的というよりも、まあ、影が強くてあんまり綺麗に見えないか。まあ私の顔を映してもあんまり綺麗じゃないね。これめちゃくちゃホラーだよね。でもこう光が足らないとやっぱ映らないこの状況の今日なぜこれを試すかっていうと、月経前の処方としてなかなか使える効能を持っているボリジさんなので今日試したかったんですね。まあ、お天気に関わらず、ね、これね、私実は自分も育てたくって、種を購入してたんです。このお家に引っ越す前だから2020年の話なんですけど、その時引っ越すっていうのが決まって、引っ越し先でもねまた何かこう栽培しようって思って種だけ購入してたんですよね。でその中の一つに、ボリジーがあります。この有機種です。有機種子これね、ところが、2021年5月までの有効期限になっちゃってます。もうだいぶ過ぎてしまっています。この種のシリーズって全部発芽率が 70% 以上の、オーガニック種子なんで、育てたかったんですけどね、ちょっとここの大家さんとトラブルがあって、何もこう外で育てるっていうことができなくなってしまいました。だから種だけ残っていてどうしようっていう状態で、もはや有効期限も切れてしまっていて、なんかこうやっぱ捨てられなかったんだね。育てたかったの私も。でね、この自然栽培で作物育ててるっていう方もやっぱり作るのが楽しいっておっしゃってて、その気持ちはね分かります。そんなわけで、私自身は栽培してこう自分で収穫することはできなかったものなんだけど、いただいたので、あ、これどんなもんなんだろうってちょっとね興味はあったんです。実はこのボリジの種買ったのは、私もボリジってどんなんなんだろうって知らなかったんですね。分かんなかったんです。で、まあエディプルフラワーね、こう食べれるお花としてお料理に飾れたらいいなぐらいに思ってたんですね。だから種もね、このスミレ、食べられるスミレっていうのも買ってたの。そんなわけで、意外にこの効能が月経前にいい作用をする、まあ要は気分の落ち込みとかを回復させてくれるっていうところでね、そうなんだ、じゃあ使ってみようかっていうところで今日開封しますね。なんか味は この葉っぱとかはね昆布みたいっていうお手紙には書かれてたので、ちょっとそれもね試してみたいなと思います。お花をちょっと浮かべる程度の感じですよね。匂いも結構ありますね、これ。結構あるとはいえ、そんなに、なんていうんですかね。きついっていう感じじゃないです。むしろ、クズの花の方が、特徴はすごい強いに香りをしていましたけれど、これそんなんでもない。本当昆布って言われれば、あ、確かに昆布っぽいっていう感じがします。海藻の匂いにちょっと近い、ってちょっと思いますけどね、このお花なのに。まあこんな感じでね、ちょっとコップに入れて、でお湯注ぎます。
がいい適切なのかわからないんで適当なんですけどね、まあ、こんなもんかな。ちょっと味が濃かったらね、多くお湯が入れられるように大きめのコップにしているけれど、うん、綺麗ですよ、すごくって。あ、背景が微妙、全然綺麗に見えないじゃんね、これじゃあね。どうしよう、自然光でこう見るととても綺麗なんですけどね。でもドアップにして後ろのコンロがアップになっちゃってどうしようもないね、これね。綺麗に見えないっていう残念な感じなんだけど、こうすると私の顔が妙な感じで映るじゃない。ほら、あれ、ほら、まあ、いや。で、肝心のこの中が、撮影が難しいね。この天気といい、この、光の加減といい、湯気が出ちゃうしとかで、ね。まあ、ちょっと、皆さんにお伝えが難しいのだけど、ほのかにブルー、水の色がブルーに変わってきました、ほのかに。このお花の色素が出てるんでしょうね。このブルーになるお花で私よく飲んでたのはマローブルーとかバタフライピーっていう名前のお花のね、お茶をよく飲んでたっていう、時々飲むんだけど、それもっていうかその効能としては、粘膜を保護するっていう、ものがあって、これはどうかな、そういう作用もあんのかな、同じブルーの色素だからって勝手な予想まあまあそういうもんじゃないと思うけどね。なんて言うんですけど、こんなでもトローンとしてる感じがなんか出てきてるから、なんかそういう粘膜保護系もなんかありそうな雰囲気。ちょっとこれで匂いを嗅ぐと、何この香り、面白いね、全然予想ができないよね。この綺麗なさ、ハーブティーのイメージの色合いなんだけど、どっぷり和風和食に出てきそうな匂いがする不思議な感じする。あ、やっぱりちょっととろみがあります、これ。あ、優しい。これね、多分じゃないね。これごと全部食べれるやつだから、お湯に出すだけじゃなくて、このまま、スープとして食べるっていいよね。これ、くださった方は、卵スープにして食べてるって書かれてたけど、わかるわかる。合いそう、すごく卵と。へえ。お花も乾燥してあるからなのか、まあでももともと繊維があるからね、シャキシャキ感もちょっと残ってて美味しい。ちょっとこの葉っぱも食べてみたいね。葉っぱはどんな感じなんだろう。あれ、これスプーンか。ちょっとポップ。なんというの、やっぱモロヘイヤっぽい感じがする。食べやすい。野菜って感じがする。何これ、もうほんとハーブティーみたいなくくりじゃない、もう食品ほんと食品って感じがします、これは。
この後私食べてどんな体調になるかは全然わからないっていうところはちょっと不安な要素ではあるけど、アドレナリンの分泌がで、ね、しやすくなるっていう効能があるらしいので、飛行音がやたらに多い時っていうのはただでさえそれでアドレナリンがバーって出てくるような状態になるからで、ね、興奮状態に走るんで、あんまりこうそういう状態にはしたくないじゃしたくないんだけどね。まあそんなもんだから、今日はねちょっと雪がちらついてるので、飛行も少なげで少ないだろうという、目論み、まあ、まあそういう、予測で、まあこれはちょっと試す機会としてね、今ちょっと撮影するには光が足らなすぎるんだけど、まあ今日ちょっとそれで試してみてます。はあ、美味しい、落ち着くね。多分これ効能が出るまでどれくらいの時間がかかるのかわからないけど、やっぱちょっと鬱状態、もうなんかやる気ない落ち込んでる状態には、多分精神興奮系の作用があるから、力が多分出るんじゃないかなと思います。やっぱり多分あずさ興奮系ずっと興奮してる状態が結構強いので、体がなんか自然とストップをかけてくる感じがなんかあるな。大量に食べたいっていう感じではないんだけど、上手にこう使えそうなハーブ、ハーブというか、まあ、食材と思う。美味しい。美味しいです、これ。まあ、ちょっと、私の感覚とね、黒羽さんの感覚、感想もちょっと聞いてみたいなと思うので、この余ったやつ黒羽さんにちょっと送りたいと思います。クズの花は、送ったんですね、黒羽さんに。そしたらあの香り、やっぱり動画じゃとね香りって伝わらないんだけど、黒羽さんのところ実際試してもらったら、ああわかるわかるって言ってました。割とあずさが伝えてるこの感想っていうのは、まあなんていうんですかね、こう割と性格というか、感覚するとそういう感想がやっぱり出てくるっていう感じで、割と的確ね、性格というよりも割と的確に表現していると思われます。まあ、黒羽さんの話を聞くとね。そんなわけでこれもちょっと試してもらおうと思うので送ってみますね。何という答えが出てくるかねわからないですけどね。そんなわけでありがとうございます。